美味しい。ちょっと待ってくれ、美味しいね。いや、生ハムずるいわ。生ハムいるね。いや、美味しいね、これ。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日は？今日はこの夏食べていただきたいそうめんの食べ方3選です。お、すごい。3選も教えていただきますか？本当は3回に分けてやりたいんだけどね。はい。はい。今日は大盤振る舞いです。大盤振る舞いです。何が大盤振る舞いか分かんないけど、あの、3つ一度にお届けしちゃいます。はい。はい、どんなそうめんですか？今日は、1つ目、はい、酢そうめんです。はい、もうそのまま食べるんですが、うん、ラビダのお塩とオリーブオイルでいただく酢そうめんです。なるほど。はい、もうシンプルにね、茹で上がった冷たいね、締めたそうめんをお塩とオリーブオイルだけでかけていただきます。おいしいです。あ、そう、はい、こんな美味しい食べ方があったのかって驚き、はい、ね。じゃあ2つ目は、はい、2つ目は生ハムと結果ソースのそうめんです。生ハムと結果ソース、はい、結果ソース、トマトとね、ケッパーのおつゆ、それに、生ハムを巻いて食べます。だいぶ調子乗ってんな。大富豪のやる大富豪のやる食べ方です、ね、この夏ここぞっていう時にやってほしい。やってほしい ね。白ワイン置いていただいて、はい、置いていただいて、もう生ハム皆さん持ち寄ってくださいっていうパーティーでやってください。最高だね。そうめんさえ茹でとけばいいんで、楽しみ、ね、はい、はいはい、3つ目は、3つ目は、大葉と梅のジェノベーゼそうめんです。あ、これも鉄板ですね。これはね、あのパスタでもこの間やりました、ね、はい、あれはあれ冷静じゃないか、あったかいのでやったんだけど、これも、きっと美味しいね。これはね、もう間違いないですね。はい、大葉梅ジェノベーゼでそうめんをこうあえて食べましょうね。はい、楽しみです。はい、じゃあ作っていきましょう。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリアンレシピをご紹介しております。週に4本動画を公開しております。皆さんの日々の献立にもお役に立てると思います。チャンネル登録お願いします。お願いします。まずね、そうめん茹でちゃいます。ほう、はい、実際には茹でないんですけど。お、茹でるな、そうめん茹でるな、そうめんね。あ、はい、あの河原のおばちゃんの ね、お茶を拝借して、で、そうめん全部用意してからちょっとずついろんなね、ソースで食べていきたいと思います。あ、そうか、だからちょっと置いとくか、はい、ぬめりがない。そうなんですよ、やっぱりこのやり方本当に目から鱗でくっつかないもんね。もうぬめりもないし、ダマにもならない、はい、ね、なのでちょっと置いとけるんですよ。そのやり方で今日は行きたいと思います。はい、はい、OKOK、 はい、では今日大川そうめんです。あ、なんや、さ、富山弁やねんか。富山弁やね、今日大川そうめん。私、あの、この間ゴールデンウィークでお土産買ってきたやつ。あ、甘っとったんか。甘っとった、甘っとった。あ、いい、はい、いいね、そうめんじゃそういうやつ、ね、はい、曲げそうめんね、はい、それを、はい、割って入れますよ。はい、パキッと、はい、ね、はい、入れて、はい、はい、OK。 で、これで、まだ止めんで、まだ ゆでとっていっちゃう、はい、で、これで一回ね、はい、はい、大量のそうめんを、回してあげますね、はい、中で、はい、OK。 で、ここで再沸騰します。再沸騰したら、もう火止めて OK です、はい、ね、蓋します、はい、こっからだから茹でるなんですね、はい、何分ですか？約5分です。通常2分で茹で上がるそうめんを茹でるのにすると大体まあ倍から5分ぐらいかかります。はい、はい、そうめんを冷水でしっかり締めました。はい、締めさせていただきました、ね、はい、じゃあ、はい、この、出来たてそうめんをオリーブオイルとお塩でいただきたいと思います、うん、食べてみよう、食べてみよう、はい、ね、いいですか？うまそう、うん、はい、いいですか？もうシンプルにいきますよ、はい、一つまみぐらいのお塩パラパラっといきます、はい、そしてラビダのオリーブオイル、はい、こちらもたっぷり、ここはたっぷりです。へ、まあ、いわゆる今流行りの油そうめんですよ ね確かに油そうめん、油そうめん、はい、油そうめんです、うん、それをでもうさっと和えます。もうお箸でいってください皆さん、はい、ね、へ、これで仕上がり。あとはもう本当お好みの薬味、もうお好きなように食べください。これもう完成です。なるほど、はい、はい、ではいただきます。はい、どうぞ。ラビダそうめん、うん、おいしい。すごいラビダ香るね。香るね、ラビダいいね。あ、こうシンプルだと本当ラビダの美味しさって分かるね。ラビダの塩もやっぱこう使うと本当美味しいね。うまいね。甘いさ、なんか旨味がもう入ってる気がするよね。うん、なんかもうダイレクトに食うね。ね、やっぱり美味しい。ちょっとやっぱでも味気ないっていう方のためにちょっと薬味足しましょう。味変しましょう。はいはい、これのコラトゥーラ。あ、それ絶対いいね。ね、ちょっと魚醤で少し風味つけます。いいっすね。まあ、これ自体もね、塩味あるからね、うん、ちょっとでいいと思います。オッケー。はい。うん。あ、うん。美味しいね。たまんないね。すごい。後でふわっとコラトゥーラの香りが戻ってきますね。うん、あ、美味しい。なんかお塩がガリッとするところとね、うん、このコラトゥーラの風味とね、
ない方は、まあ、あのちょっとだけ気持ちめんつゆ垂らすっていうのめんつゆお醤油ね、ね、いいと思います。でもいいかもしれない。はい、はい、続いて生ハムと結果ソースでいただきましょう、うんね、結果ソースというのはあのバジルと、はい、トマトのイタリアのソースですね、うんうん、これはお魚とかお肉とか、はい、万能ソース美味しいですよね、はい、これをそうめんでいただくと、うん、じゃあトマトね、はいはいはい、トマトは1センチぐらいのサイコロで切ってくださいね、はいはい、皆さんのうちのちょっと変わり種そうめん教えてほしいですね。なるほどね。そうめんは皆さんなんかいろんな食べ方ありそうだね、家庭でね。大きくはすにめんつゆでしょ、うん、うちなんでめんつゆしかほぼ食べない。地方食あんのかな、そうめんって。そうめんのつゆで食べ方 ありそうじゃない。薬味はなんかこんな薬味入れるとか、うん、ね、ね、山形だとだしつゆに入れるとかさ。そう、うん、あ、サバ缶聞いたことあんの。マジっすか、サバ缶聞いたことある。サバと一緒につゆで。そんな食べ方あんだ、ぜひぜひ皆さん、コメント欄にお寄せください。そうなんですね、はい、はい、OK。 ひとつまみお塩しましょう、トマトにね、トマトが水分出ますんで、はい、はい、で、続いてバジルを数枚ね、これ大きいバジルだね、もう2枚ぐらいでいいと思います、うん、もう爽やかな、これはもうイタリアンそうめんですね。ケッパー入りますね。ぜひぜひこのボノボノケッパーを皆さん、美味しいのよ、これ ね、はい、ちょっと刻んでケッパーも入ります。はい、うん、はい、レモン1分の1個入ります。ポッカレモンでもいいよね。はい、もちろんもちろん、はい、オリーブオイルが大さじ1程度入りますね。これがいわゆるもう結果ソースですね、うん、はい、で、これ1回混ぜましょう。何に使えば、ここまで来てこれが美味しいのは鮭のムニエルをかけたね。そう、あとはもうメカジキとかね、あ、もうあの白身魚とかね、とんかつにもかけたね、それは。はい、あ、揚げ物もいいよ ね、揚げ物もさっぱりね。そう、OK、はい、さあここにめんつゆ入ります。ほう、めんつゆはこれ、3倍の、ね、濃縮めんつゆですね。はい、はい、OK。 そしてお水も入りますね、はい、たっぷりのお出汁ができました。濃いめにしといて、うん、薄くはいくらでもできるもん ね。はい、これをこれは何、ぶっかけじゃないもんね。ぶっかけじゃない、これ漬け汁なんですよ。はい、おチョコ入りますね、だからね。はい、じゃあこれね、漬け汁ね、漬け汁です、トマトバジル漬け汁、うん、これあの冷蔵庫でおつゆ冷やしておくとさらに美味しくなりますね。はいはいはい、 OK です。これに山ほど胡椒を引きます。はい、親の敵ね、はい、親の敵ほどね、ガリガリに引きました。ここまで来て、あとはそうめんをつけて生ハムで巻いて食べると。どうやって食べるの、生ハム巻いて、大富豪の食べ方です。完成です。はい、はい、2品目いただきます。はい、召し上がりください。うん、美味しい。どうやってくれ、美味しいね、うん、いや美味しいねこれ。いや生ハムずるいわ、生ハムは反則だな。桃のカペリーニの時もそうだけど、生ハムいるね。いるね。これもう一度知っちゃうといるでしょ。いるね、うん、これぜひやってみてほしいな。なくても美味しいんだよ、もちろん、うん、なくてもそのままでも美味しいんだけど、知っちゃうとね。うん、要は満足です。はい、要はでしょ、うん、大富豪が満足するでしょ、うん、要は満足です、うん、これも簡単ですね、ブンブンチョッパーでかけるだけです。はい、ね、はい、あのこれはもう結構2人前というか3人前ぐらいのソースありますんで、うん、2回3回で分けて使っていただいて結構だと思います。今日はそうめん、明日はカッペリーニ、はい、いいと思いますね。はい、まず大量の大葉です、はい、ちょっとカットしますね、入れちゃいます。ガッサで、くるみ、はい、はい、通常ね、松の実使いますけど、ここがくるみでいきますよ。はい、これは、蜂蜜梅です。ちょっと減塩のね、蜂蜜梅使ってます、はい、2個、はい、種だけ取りましょう。その種、しゃぶっていいよ。美味しいよね、これ。うん、甘い。梅も入ります。はい、ね、はい、そして、はい、ニンニク、これあの軽くでいいです。うん、火通しませんから、はい、はい、ね、あんまり入るとちょっとニンニク強くなっちゃうんで、もう本当に軽くね。はい、さあ、最後オリーブオイルですね。美味しい、ここが美味しいオリーブオイルでいきましょうね。うん、ラビダいきます。これ美味しいよね。美味しいんですよ。このソース あると、まあ、もちろんパスタも合うしね。またお魚とかね。ね、かけても全然美味しい。うん、もちろんね、ハンドブレンダーある方はハンドブレンダーでやっていただいてもいいですね。うん、よいしょ。うん、いいっすね。あっちゅう間にちょっとかき混ぜますか。このブンブチョッパー用のヘラやっぱ必要だよね、うん、これはやっぱこのサイズだからこそこれできるよ ね。皆さんこれブンブンチョッパーの公式ホームページに売ってるそうです。これ別売りですか。そうなんです、ね、
こんだけブンブンジョッパ使ってますけど全然案件じゃないんで。そうお金いただいてないですからね別にね。OK です。ちょっと粗めですけどペーストになりました、うん、じゃあもうこれを、そうめんとあえていただきます。はい、約半分ぐらい使いますよ、はい、はい、そしてお塩さあ、あえましょう。そもそもラベだとそうめん相性いいね。相性いいね、ほんとね、うん、まあいいっすね、このぐらいで、はい、じゃああとはちょっと味見していただいて、うん、お塩で最後調整ですね、はい。あれ後乗せバジ、大葉もう全部使っちゃったんだ。後乗せ大葉使っちゃったね。いるね。あこれ皆さんが陥る罠。罠に自分もハマっちゃった。うん、何調子乗って全部使っちゃってんだよ。本当だ。これ皆さんないないって言ってたやつ。まさにそれだ。本当調子やな。生ハムならあるけど。バジルならあるよ。じゃあバジルの…いやわけわかんねえじゃねえか。本当だ。後乗せいるね。あのふわっとしたやつ欲しいよね。欲しいよね。じゃあちょっと買ってくるわ。じゃあ出来上がりましたんでまたねお皿に持ってきましょう。うん、いいじゃん。おいしそう。混ぜそうめんですねこれはね。仕上げの。これは大事ですよね。乗せさせていただいて、これお好みですけどもチーズ。いいっすね。いいっすね。うん。ブラックペッパーね。はい。はい。完成です。3品目、はい、いただきます。大葉と梅のジェノベーゼそうめんです。はい、うん、美味しい。これやっぱ間違いないですね。鉄板ですね。間違いないです、うん、本当うまい。いや大葉と梅って本当に合うね。合うね。くるみの甘さがまたいいんだね。ちょっとねこの油。そうくるみも ね、 ね、うん、そうめん楽しいな。無限ですね、うんうん、相性いいんだ。やっぱイタリアンとそうめん相性いいんだ、うん、いや美味しかったです、はい、本当にどれか1個食べていただいて、はい、青酢トラットリア、そうめん選手権だっけ。やります。やんないで。やります。ちょっと溜まってないでしょ。うちももう3つで終わっちゃうからさ。ね、頑張ったあと2つぐらいでできる。、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、そしてコメントもお待ちしております。